昔話。老人は昔話が好きだ。若い者を捕まえては昔話をしたがる。老人といっても、まあ実年、この辺りからこの兆候は現れる。老人、実年が入り混じって5、6人、ここのところへ青年が2名ほど加わったという状況が一番危ない。まず間違いなく昔話が始まる。場所は大体主席である。当時は月給が70円だったかな、なんてところから昔話が開始される。貸し屋の家賃が15円ぐらいだった。そうそう、100円も出せば家が1軒買えたんだからという話になり、電車賃が2円、あの頃は商船と言ったんだ、そうそう、タクシーが円卓という話になる。お祭りの時の小遣いが50銭で、紙芝居が10銭ということになる。青年2名は最初のうちは、へえ、ほうとかの合いの手を入れて聞いているが、円の話まではなんとかついていけたが、銭が出てきちゃこりゃもうあかんということになって、話の輪から外れて、六本木のカフェバーの話などを2人でこそこそ始めることになる。老人および実年は次第に熱中してきて、紀元節が出てきて、教育直後が出てきて、アッツ島玉砕も出てくる。水遁が出てきて、パーマネントはやめましょうも出てくる。公衆合格、ゲートル、音調の卵、進め一億火の玉ときて、頭は右となり、ついにはさらばラバウルよの大合唱となる。教育直後のところでは、神武水勢安寧威徳の記憶競争となり、ゲートルのところでは手真似足真似の巻き方記憶ゲームが展開される。タバコのところでは光が1円20銭だったかな、いやいや1円50銭だったよという話になっていく。どっちでもいいっつうの。実際若い者にとってはこういう話は迷惑である。面白くも何ともないのだ。不思議でならないのは、老人および実年はこういう話を一種の自慢話として話していることである。一種の手柄話なのである。君ね、映画の木戸線が50銭、50銭だよ君、自慢するなっつうの。なんかこう自分が50銭にした張本人であるかのように話すのである。あれは一体どういうことなのだろうか。まことにつまらない話で恐縮ではあるが、一つ老人の繰り言を聞いてやってはくれまいかという態度が一つ少しも見えない。これはどういうことなのであろうか。一つは、どうだ、俺たちはいい時代を過ごしてきただろうということであり、もう一つは、どうだ、羨ましいだろうという優越感であるらしい。羨ましくないっつうの。そしてもう一つ考えられるのは、昔は良かったという老人特有の懐古趣味である。確かに僕らが育ったのはいい時代ではなかった。今の子供たちは学校給食がまずいのなんのと言っているが、僕らから見れば大変なご馳走である。卵だって牛乳だって大変贅沢な食べ物だった。卵も牛乳も病気の時しか食べられなかった。リンゴだって病気の時だけだった。母親が大根おろしですりおろして食べさせてくれるのだが、こんなにおいしいものが世の中にあるのかと思ったほどだった。学校給食はスキムミルクとコッペパンにマーガリンだった。弁当になってからは毎日毎日のり弁だった。アルマイトの弁当箱にご飯をまず薄く敷き、その上にのりを1枚のせてお醤油をかける。またその上にご飯をのせ、海苔を乗せてもう一度お醤油をかけるという2段海苔弁だった。3段にすると母親に叱られたものだった。これを新聞紙にくるんで学校に持っていくと、お昼頃には弁当のお醤油が新聞紙にべちゃりと染み出ていたものだった。大学に入って初めて吸ったタバコは憩いで、当時30円だった。お酒の方は当時はトリスバーというのが全盛で、ここで出すお酒はトリスをソーダで割った
ハイボールというものとストレート、これだけだった。今のようにカフェバーも洒落たカクテルもなかった。ハイボールもストレートも一杯50円だった。ラーメンは35円だった。と、ここまで書いてきて、筆者は急に押し黙り、赤くなってうつむいてしまったのである。昔話をしている。